はい、皆さんこんにちは。おにぎり総合音楽チャンネルの小川です。夏休みも、半分を残すところに来ました。子供たちは、どう過ごしてるでしょうか。今日の話は子供に向けてというよりは、まあ、やっぱり大人向けの話になってしまうかなって思います。今日話す話はですね、曲は2曲紹介します。で、それにまつわる映画を1曲紹介します。まずね、作曲家はモーツァルトです。モーツァルト。ゴルフガング・アマデウス・モーツァルトというのが、彼の本名なんですけど、それの、モーツァルトを題材にした映画。これはね、アマデウスっていう、もう本当にすごい映画が、僕のね、生まれてから6歳の時に、そのね、映画ができて、アカデミー賞をね、8部門受賞するっていう、もう大名作の映画です。はい。で、この映画について、まあ、語る前に、その映画に出てくる2曲を紹介したいんですけど、まあ、1曲は、ピアノ協奏曲。これ、モーツァルトのね、ピアノ協奏曲の、第20番です。第20番の2楽章かな。はい。で、今流してるのがそうです。これがね、この曲が結構、映画に出てきて、有名になりました。はい。で、もう一曲は、ちょっと先に紹介したいと、後に紹介したいと思います。はい。でですね、モーツァルトっていう人は、そもそもね、この時代の、もう、背景から説明し出さなきゃいけないんですよ。これの映画をね、楽しむためにはどうしたらいいか。まずね、子供向けの映画では全然ありません。大人が見てください。子供向けでは決してないです。ですが、僕の中学の時にはね、担任の先生がちょっとモーツァルトに心酔してて、モーツァルトの曲ね、いっぱい歌ったんですよ、実は中学の時ね。クラスで。でね、結局ね、アマデウスはね、見ました。見させられました。担任の先生に。あれはね、衝撃でしたね。衝撃っていうかね、当時はあんまり、良さは分からなかった。難しかったです、すごく。で、まあね、ちょっとエロなシーンとかも出てくるから、ちょっとね、なんて言うんかな、中学生にあれを今見せたら問題になるだろうっていうぐらいなものですね。はい。まあね、めったに見れないですから、買わなきゃ見れないし、レンタルビデオ屋さんに行かないと見れないから、子供は見れませんから大丈夫ですけどね。まあまあ、そんなにね、とんでもないのが出てくるわけじゃないですよ。はい。ただちょろっとね、ちょろっと。で、それに興味を持ってね、まあ中学生とか高校生はちょっと見るかもしれないけど、まあそれはちょっと置いといて、モーツァルトっていう人が生きた時代っていうのは、とにかくね、勝手に曲を自分で自由に作ることができなかった時代なの。モーツァルトが生きてた時代は特に。これはね、映画全部を見れば分かったと思います。分かると思います。こうね、王様が当時は、こう支配してるわけ。国をね、国全体を。で、その王様が好きな曲とか、好きなオペラとか、好きな言葉。イタリア語だったり、ドイツ語だったり、を作曲家に指定して、お前はこれを作れと言って作らせたのがこの時代なんですよ。だから、どうやってね、この時代の作曲家はお金をまず稼いでいたかっていうと、そうやって王様に命じられた曲を、もうとにかくちゃんと作る。というのが、仕事でした。作曲家の。特にモーツァルトの時代ね。で、まずそれが大前提に、映画の話の前にあるということ。で、このアマデウスという映画は、本当の話と架空の話と半々です。半分半分。本当です、これはね。なぜかというと、まずね、登場人物ね、まあ、三人挙げときますね。いっぱいいますけど、三人。一人はモーツァルト。ね。主役。もう一人が、アントニオ・サリエリという人が、もう一人います。
もう主役ぐらいいっぱい出てきます。で3人目は、まあ、モーツァルトの奥さん、コンスタンツェというんですけど、このコンスタンツェって人は三大悪女のね、あの世界三大悪女っていうのがいるんですよ。悪い女、悪い女の一人として数えられているぐらい、ちょっとね、モーツァルトがこう一生懸命ね、お金を稼いでくるんだけど、それをね、もうとにかくじゃんじゃん使いまくるっていう人でした。モーツァルト自身もそういうところはあったんだけどね。まあそれで結局体を壊したりいろいろして、モーツァルトは35歳っていう若さで亡くなってしまいます。はい。でこの間滝廉太郎は23歳っていうね若さで亡くなったっていう話をしたんですけど、モーツァルトは35歳で亡くなる。はい。でですね、このアマデウスという映画に、出てくる次のねサリエリという人なんですけど、サリエリという人はね、まあ、このお話を、一言で言うと、サリエリがモーツァルトに嫉妬して、まあ、モーツァルトを、まあ、間接的に殺してしまうというお話なんですよ。はい。それはね、事実ではないんですよ。事実ではなくて作り話なんだけれども、そういう噂がね、まあ、当時出たりしたことも確かにあった。で、それを元にして、監督や脚本家がこの映画を書いたんです。はい。ということでね、この映画の解説は、他の人も解説しています。YouTuber の人でね、解説してる人もいましたし、当時、長春さん、淀川長春さんっていう映画の評論家の方がいらっしゃるんですけど、その方も、解説している、YouTuber、YouTube が今も残っているので、ぜひ、見てほしいなとは思いますが、音楽家としてのね、まあ、音楽家、まあ、音楽家って家の音楽家じゃないですよ。科目の科ね。音楽のね、教えてる人間として、言えることはね、まあ、事実が、まず大事ね。事実が大事。モーツァルトは、まあ、本当に、まあ、浪費家であったことは事実だし、お金をジャカスカ使うってことね。で、まあ、早くに亡くなってしまったってこと。あと、奥さんがとんでもない人だったっていうこと。はい。で、まあ、モーツァルトは本当に天才だったということ。これはもう事実です。はい。で、まあね、架空の話で面白いというか、すごくいい場面とかね、たくさんあるんだけど、作り話なんだけどね、すごくいいお話です、これは。その時に紹介する2曲目を今から紹介します。2曲目はですね、セレナーデという、まあ、ジャンルで書かれた、まあ、グランパルティータという木管80奏の曲があります。この曲はですね、この曲の解釈というかね、この曲が出てくる場面が説明してる人がね、結構間違えてるのだからちゃんと言いたいの、僕は。この場面はどういう場面かというと、サリエリがモーツァルトのスコアを盗み見る場面なんですよ。これモーツァルトのね、その書いたそのセレナーデね、グランパルティータをね、見る場面がある。で、コンスタンツェがお金に困って、サリエリにちょっとまあ、助けを求める場面なんですよ、それ。モーツァルトの楽譜をね、持っていくの、サリエリに。これどうですかみたいな感じでね。で、それをね、スコアを見るわけ、こうやってサリエリは。それで、そこでね、この曲が流れてくるんだよ。流れてくるんだけど、それをサリエリは、譜面を見ただけで、どんな楽器が流れていて、この、曲の構成はこうなってるっていうのが分かって、それでモーツァルトがものすごい天才であるっていうことに気づいてね、その見てるそのモーツァルトの楽譜をね、バサーって落とすんですよ。そこがすごいいいシーン。これはぜひ見てほしい。そのシーンをぜひ見てほしい。だからサリエリはそれを実際聞いて、なんかショックを受けたみたいな風に解説している人が いるんだけど、それは間違い。サリエリのすごいところは、そこなの。まあ、作曲家のすごいところはそこなんですけどね。耳の聞こえないベートーベンがなぜ作曲できたかっていうことにも繋がってくるんだけど、作曲家っていうのはね、本当にしっかり学んで、こう勉強した人とかね、まあ、モーツァルトは天才って言われてるけど、まあ、お父さんの影響でちゃんと勉強はしたと思いますよ。
で、本当の素晴らしい作曲家っていうのは、すごい能力のある作曲家っていうのは、譜面をね、音を聞かなくても作曲できるんです。これは和声とか対位法っていう話をずっと今まで動画の中でしてきたんだけれども、その勉強をね、しっかりやってきてる人っていうのは、耳で聞こえなくても曲は作れます。そういうもんなんです。はい。そこの部分も理解した方がいいです。そういう部分も理解した方がいい。で、サリエリも天才だったっていうことが言えるんですよ、ある意味ね。だから、モーツァルトに嫉妬はしているけれども、天才を知るのは天才なんですよ。だから、モーツァルトっていう人が素晴らしいというのを知っている自分。で、それに嫉妬する自分。それがサリエリ。はい。この物語、このアマデウスっていう映画全体がサリエリに支配されています。それは間違いないです。サリエリの空想の世界というかね。まあ、そういう世界から、こう、物語がスタートしていくんで。はい。ごめんなさい。10分過ぎてしまいました。もうこれで終わります。アマデウスという映画、大人はぜひ見てください。子供は見てはいけません。はい。以上です。